ピアノ教室応援コーチが送るピアノ教室コロナ対策動画オンラインレッスンレッスン内容編をお送りしたいと思いますね。ですね、時差、あります。これはもうねどうしてもね、ですので、時差がある想定でレッスンはしましょう。まずですね、連弾はちょっと厳しいかもしれません。あとアプリで一番時差が少ないのが、フェイスタイムとかズーム、 LINE のビデオ通話は時差があると言われております。ズームなんかもですね、 Wi-Fi の環境が悪いとちょっと時差を感じることがありますね。ですので、もし、同時に何かやらなきゃいけないことがあったら、実際に先に動画を先生がカラオケで作っといて送って、じゃあ今から先生の YouTube、まあもう一台機器がいりますけどね、アイデアとしてはですね、もう一台機器がありますけど、それ聞きながら、それ流しながら合わせてみてっていうのをこちらで見る。まあ、応急処置ですね。こういうのもあるかもしれません。なので、こう、あらかじめやっとかなきゃいけない。例えば、いつもね、皆さんが生徒さんの演奏になんかこう、いい伴奏付けしてあげたりすることもある、あるかと思うんですけども、そういうのもちょっと一回今回は、一回それできないものとして、じゃあどうしたらいいか考えていただけたらと思いますね。あと時差がありますので、あまり演奏中、生徒さんの演奏中ですね、声を、あそこちょっと違うとか、なんかもっとなんとかで、もっと大きな音でとか、もっとバランスとってとかいうのも、時差があると想定してですね、いつもよりは声かけ、演奏中の声かけはもう 100% カットするか、もしくはまあ、差し障りのないもの。例えば、上手上手とかだったら多少ずれてもいいわけじゃないですか。とか、なるべくですね、同時の音声の被す方は、もしかしたらやめた方がいいかもしれませんね。で、音質ですが、音質ということで言えば、一番いいのはフェイスタイムやスカイプと言われていて、その後、ズームとか、LINE ビデオ通話ということなので、音質はですね、あまり今回は、今は追求すると、もう皆さんの方ががっかりきちゃうのでね、これからどんどんいい、レッスン媒体が出てくると思いますので、もし音質をですね、完璧に求めたいなら、何かその動画をね、送ってもらって、それに対して、コメントする。皆さんが動画を撮って、それを送って、このように弾いてみたいにね、ちょっとこう、本当のオンタイム、リアルタイムではちょっと難しいかもしれないので、そういう工夫をね、されたらいいんじゃないかななんて思います。そして、結局ですね、一緒なんですよ。もちろん多少のあれはあるけれど、向こうが出してる音が皆さんのところに届くわけですよね。で、皆さんがどんなにここで、環境を整えても、皆さんが送る音はそんなに差はないわけですよ。だから生徒さんが弾くようなちょっとこう、ね、なんていうか少しこう、なんか周波数帯がこうね、なんかあれですよね、こう、ふくよかな、豊かな音質では届いてこないんですよ。そしたら皆さんの音も向こうにそういうふうに伝わっちゃってるんだなと思った方がいいですね。多少のあれは工夫があって多少あるかもしれないですけど、生徒さんの音は音質悪いなと思ったら、皆さんがオンラインレッスンで弾く音は同じぐらい音質が悪いんですよ。しかも向こうの方が多分環境悪いわけですよ、皆さんよりは。だから音質に関しては、音質を求めないレッスンを今はした方がいいです。これから変わるかもしれません。あと、もし音質をやりたいなら、今みたいに動画を取り合いっこして送る。また、レッスン30分の中、やっぱりそのオンラインの音だけだと結構耳のいいことか、苦しくなりますよね。ああ、このガチャガチャした音で、ね、30分レッスンするのかっていう、やっぱ耳のいい子多いですから、ピアノ教室。そうしましたら、例えば、事前に送っといて、今から3分間、この動画を見る時間にしようみたいな。本当は先生が撮ったやつがいいですよ。ちょっとなんて言うんですかね。オリジナリティがあって。なんですかね。唯一無二感があるんで。だけ
けどもし毎回毎回用意できなかったら、じゃあ誰々ピアニストのこの演奏を聴きましょうとか、でそういうのはいいと思いますよね。でじゃあ聴く時間で その時は皆さんちょっと休憩してもらって、疲れちゃうからね。でそういう綺麗な音を聴くっていうので、子供が逆にその音質に対してね、よりこう追求したくなる、あやっぱり綺麗な音だなと、あこういう音出したいなみたいな、なんかいいように捉えてですね、ある程度 YouTube の音楽は私はクオリティあると思います。ね、なので、いいかと思うんですよね。それかもう CD、提案して、今からこの CD 聴いてくださいみたいな、そういうのもいいかもしれませんね。なので、これもですね、皆さんが工夫で、いや、私は初めのうちは、1回目のセットアップで、オンラインレッスンっていうのを、こう、好感度を上げるために一切自分はピアノ弾かなかったです。もうピアノのところでこう感じでトモーとか言いながら一切弾かなかったです。こちらが弾く音がどれだけ汚い音かって生徒さんにバレちゃうといけないと思ってちょっとずるいですけどね。生徒さんは自分で弾いてるから、それがどんなに汚い音に私たちの方に届いてるか、生徒さん自身はいいんですよ。それを媒体を通じてどんな汚い音で届いてるか分かんないんですよ。だからいいんですよ。いつも通り、別にいいって。変に先生が弾いた音が、あ、先生のピアノこんな音で聞こえてくるんだって言うとがっかりきちゃうでしょ。だから、あんまり弾かなくていいんですよ。そうなると、難しいですよ、逆に言うと。じゃあどうなるかっていうと、いかに話術で引っ張るかですよ、レッスンをね。まあ、これも後で話しますけど、しっかりと今までですね、今までのレッスンと変えなくちゃいけないことは、今まで生徒さんと隣にいて先生がね、ピアノが2台あったりとか、生徒が弾いたら、あ、違う違うこうよって先生が、見本演奏してたわけですよね。これができなくなる。見本演奏の部分は、実際動画に撮って送るとか、そういう一手間がかかる。だから何が必要かっていうと、今まで生徒さんが演奏してたのを先生がこう、ね、見本で演奏するスタイルの先生は切り替えなきゃいけない。何かっていうと説明重視のレッスンに変えなきゃいけない。でも世の中にはですね、何タイプがあるんですよ。生徒さんのレッスンに対して先生が自分で弾いて模倣を示すパターンの先生と、説明だけで、その先生は説明するのが好きなんですよね。上手なんですよね。得意なんですよね。説明だけでやってるレッスン。あと、半々。弾くけど、説明もするよ、みたいな。で、それが、説明の方にもガッと変える時が来たと。もちろん、コロナが明けたら戻していいんですよ。あと、どうしても自分の演奏を聞いてもらいたいなら、事前に動画に撮って送るとか、その場で、ちょっと今先生、例えばですよ。ほんの一小節だったらさ、ちょっと待って、今先生録音したの送るからさ、つって、一回ミュートとか、回線ちょっと、閉じるか、まあ。ズームだとね、そういうの簡単にできるんですけどね。やって、ちょっと今、先生送るからさ、って言って別なスマホ。だから、機器も何台もいるわ。もうこの際。パソコンだけじゃなくて、スマホ、タブレットも、やっぱり結構あった方がいいですね。で、録音して、じゃあ今の聞いてね、って。LINE とかだったら、ポーンとその、一回 YouTube に上げなくても、ポーンと飛ぶので、まあそんなんで、ちょっとそれ聞いてみて、とかっていう。その一手間かけるのは、それで時間食うのはね、もうしょうがないですよ。だけど、その時間内にやめ、一曲弾くのはやめてね。ちょっと先生5分の今弾くから、ちょっと待ってて、ちょっと時間もったいないから。まあ、どうしても音を聞いてもらいたい部分だけ、あれですね。やる、例えば、1段とかね、ぐらいだったら、ほんの何秒とかじゃないですか。そういうのやり取りするのも全然ありだと思うんですよね。なので、そうですね。今まで弾いて、先頭に理解してもらった方は、今一番もしかしたらストレスあるかもしれません。弾けないわけだから。なんて、そういう方は今みたいな、ワンクッション、動画に起こす、ね、っていうようにしてもいいと思うし、あともどうしてもダメだったら、それがもうややこしくてっていう人は、電話でもいいですね。ちょっと待って、今先生、電話か。一回音声チェックした方がいいですね。電話で先生が弾いたの、だから誰かと練習してみてさ、オンラインと電話とどっちが音がクリアに聞こえるかやってみても、電話でもいいかもしれませんね。
あと生徒さんの演奏もちょっと音質が分かんないなと思ったら、ごめんちょっと今電話かけて、その分だけもう一回弾いてっていう、いろいろある。もう何でもできる今。もうどれだけアイデアをここに追求できるかなので、それもいいですね。で、もう一回戻りますけど、説明、今まで弾いてこれよって言ってた人は大変だけど、説明をする。今の部分は右手はこうであり、左はこうなってたからこうやってほしい、もっとバランスはこうしてほしい、説明する。で、そんな無理よ、音楽そのね、その音をその文字化できない、言語化できないっていう方は、それはその先生の思い込みです。世の中には一切弾かずにですね、言葉だけで巧みにレッスンできてる先生も山ほどいます。逆にね、そういう先生にはちょっと弾いた方がいいんじゃないかなって時もあるけど、なので説明上手になりましょうね。なんで、やり方はいくらでもあるということですね。このコロナショックでピアノ教室がリアルレッスンできなくて、みんな困ってます。だけどその中からひょいひょいとですね、うまくいく事例乗り切って、逆に全然オンライン困らないですよっていう先生もいっぱい出てきてます。なのでやはりこちらがどうするかですよね。音質の問題、今みたいなことでちょっとやってみてください。あと画面が小さいです。皆さんの方はですね、パソコンだったり、タブレット持ったりしてますけど、生徒さん画面が小さいんですよね。なのでここも一つ工夫が必要です。リアクションは大きめに、やっぱりうちも生徒がね、ちょっちょこって言ってんみたいな感じで見るわけです。あ、見えないんだと思って。だからここの今そのナイスとかグッチョブとか書いたこういうですね、ペープサートみたいな、別にコピーしてね、プリントアウトしてクリアファイルに入れただけだけど、それをなんか顔面にブヤーとかって出してグッジョーブとかって言ってあげた、リアクションは大きめに、画面小さいですか、リアクションめっちゃ大きめ、生徒がププって笑ったり、お母さんあーとかって言ったり、めっちゃウケたみたいなんですね。まあそういうリアクションは大きめで、もうハンドサインもグーとかね、うーとかって、おーとかって、ちょっとYouTuber になってですね、リアクション、音声が届かなくてもジェスチャー、パントマイムみたいのでも分かるように大振りでですね、それはもう YouTube 上げるときのコツなんですけど、喋り動画もリアクション大きめにっていうのがね、鉄則なので、皆さんもこうね、こうとかこのこうとかね、そういうのでリアクションをこう大きめにしていただけたらと思いますね。まあこういったこともエンタメ性、やっぱりね、画面小さし、やっぱり飽きさせないようにはね、ちっちゃい子なんか特にエンタメ性、なんか先生かぶり物したりとかさ、なんかちょっとLINE ビデオ通話だったらこうなんかこういろいろこう飾りができたりするので、まあ、そんなものもね、時々入れながら、もちろん上級者の生徒はダメですけどね、ちょっとこうププって笑えるような、そんな工夫もね、私たちほらエンターテイナーじゃないですか、演奏家って。で、着手定規にやるだけがいいわけでもないので、もうこの今こそですね、エンタメ性めっちゃこう出してですね、面白いです、楽しい、なんか先生オンラインになったらめっちゃ弾けてるぐらいに、なんかオンラインの先生ったらキャラクター違うみたいなね、なんか YouTuber みたいな、全然いいじゃないですか。ただオンラインの価値観があると思うんですよ。で、言えば、これはオンラインしかできないんです。リアルに戻ったらいつもの先生に戻りますぐらいな、どのぐらい言っちゃってもいいよね。期間限定、限定性ってすごい大事だって。オンラインでしかやりませんとか、そう、全然いいと思うので、まとめますと、レッスン内容ですね。実際ありますから、それはもう、想定内。音質悪い、想定内。画面小さい、想定内。なので、リアクション多めに、エンタメ性をね、しっかりね、やって。あと、あれも良かったですね。上から鍵盤を見るやつ。で、譜読みの子なんかはですね、やったらお母さんが、おーって言って、なんかこう、いつもと違う角度で、いつもだってほら、そうやって見れないじゃん。レッスン中は。隣で弾いてあげても、こう、横にいるから、こう、角度違うじゃん。上からやって、綺麗にこう、わかりますよね。上からこう、落としたカメラ、アングルにして、こうやって、そこ、みーとか、ね、
ちょっと読して、ドレミファソファミレド。じゃあ先生行くよ。ドレミファソファミレドと。先生、なんかわかりやすいみたいな。なんかオンラインいいかもみたいな。こういうとこで、いくらでもですね、リアルレッスン以上の、オンラインだからこそできるっていうことがどんどん見つかりますので、そういうの見つかったら、ああ、これいいやと思ったら、どんどんそこからね、突っ込んでいって、保護者にですね、オンラインレッスンすごいですねっていうように、みんなが作っていければと思います。